どうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回はザクルの方の実況をやっていきたいと思います。前回リクエストを募集したので、今回はそれをねやっていこうかなということなんですけども、今回はね雪山に行こうかなと思います。で、雪山行ってもね、なんか山登ってもしょうがないので、凍った湖があるそうなので、そっちの方に行こうかなというふうに思います。なので、まあそこまでドライブ的なね感じかな。よし、やっていくぞ。使っていく車はランボルギーニアベンタドールの、のじゃないな、ランボルギーニアベンタドールだな、普通に。よし、やっていこう。ちょっと待って、これやばいぞ。またこの車はあれだ、この前の GTR と違ってまた難しいな、動きが。一人称の方がいいかもしれないですね。ああそうだ、一人称の方がいいわ。やっぱメーター変わりましたよね。なんか数字が出るようになった。ずっとゼロになってるけど、もはや数字の意味ないけどね。やっぱこの車メーター変わったな。雪山、どっから雪山なのかな。もうそろでも雪多分降ってくるよね。降ってこなかったらすごい悲しいんだけど。道は合ってるはず。音いいね、やっぱり。いや、いいゲームはもっといいんですけど。そういう意味じゃなくて、なんだろう、やっぱアベンタドールは音いいよねっていう、そういうことですね。なんだよ、なんかよくわかんない。まあいいや。タコメーターが動かないな、なんで。あれ、タコメーター、あ、動いてる。なんか黒くなってんな、なんで。なんでだろう。まあいいや、大丈夫だ。最近ね、自分ちょっとドリフトを練習してて、リアルじゃないっすよ、ゲームの方でね。難しいんすよな、やっぱザックルね、あんまドリフトできる場所がない。あるにはあるんだけど、交通量がすごい多いから練習なんないよ。あれじゃ危ない、危ないって。こっちが危ないんだけどね。あ、ていうか 3D リボンじゃなくて、なんだっけ、ワールドスポットがオンになってる。これちょっとまずいね、後で変えないと。そろそろ雪山かな。なんか急にこう雪が降ってくる感じがちょっとあれだよな。その辺はあんまり好ましくはないかな。もうちょいこう変化を滑らかにしてほしかったっていうのはあるけど、まあその辺はしょうがないか。所詮はザクルだ。そう、これをね、これちょっとオフにしよう。ワールドスポットをオフ。よし、さあ来たぞ雪山。あ、待って、道合ってる、合ってるよな、合ってるはずだ。マップが広いからね。もう結構自分は長いことこのゲームをやってるはずなんだけど、まだ全然行ったことはあるけど、あまり見てない場所は多いから。さあ、ランボルギーニは四輪駆動車だから山は得意だよ。あんまりそういうイメージはないけどね。スーパーカーでも後輪駆動だけってのはたまにありますよね。まあ代表格はケーニグセグとかかな。フェラーリもそうだね。フェラーリも四輪駆動、ラ・フェラーリとかはあれだけど例外かもしれないけど、基本は後輪なんじゃないっけ、わかんない。そうですね、すいません、フェラーリとかあんま詳しくないんで。詳しくないのに語るからさ、だから毎回コメント欄で指摘されるんだよ。もっと勉強せい、勉強を。さあ、右側に川が見えてまいりました。あ、見えてないわ。
マップを見て、あ、川だっつって、川が見えてまいりましたっつって、そんで前方を見たら全然川なんてねえじゃんっていう、ひどいな。三人称にすれば見えるんだろうね。楽しいな。このゲームの何がいいかってね、こうなんかのんびり走ってられるのがいいですよね。レースゲームとはいうものの、うん、自分はレース大してしないんで、このゲームだと。もちろんスピードを出すのも悪くはないけど、あんまり車をねぶつけたくないんだよな特に好きな車とかだと、うわー痛い。そうだな、まあ、このゲームもやることなくなってきたら、そろそろなんだっけ、なんかこう車のパーツ探そうかな。パーツ探して組み立てるやつやろうかな。あれはちょっとめんどくさいから放置してたんですけどね。アメリカの雪山ってなんか日本とちょっと雰囲気違いますよね。なんつうんだろう、なんかなんつうんだろうなんか日本だとトンネルが多いよな。アメリカは全然トンネルないっすよね。なんでだろう。まだかな、通り過ぎてないよね。大丈夫だよね、大丈夫なはず。制限速度は50マイルだ。守んないけど危ねえ。滑るな、やっぱり。やっぱり滑りますね、ちょっと。前方からプレイヤーか。なんかアップデートが来てから、こう、プレイヤーによく遭遇するようになった。なんかサーバーとかも変わったんでしょうかね。あと、落ちづらくなった。前はすぐ落ちたんですけど、なんか今の車はリアルで落ちてたな。落ちる、かっこ物理の方な。サーバーがね、落ちにくい。サーバーっていうか、なんだろう、なんか前は、クルー組むとこう回線がいい悪いに関係なく、たまにクルーから勝手になんだろう落ちたりしたんだけど、アップデート来てからそういうことはなくなったから、ザクルーも地味に良くなってきてるよな多分。前の車遅い、危ないぞ。プレイヤーがやっぱ多いよな。だから勝手にこう、なんだろう、このゲームって確かマップがすごい広いから、セッションっていう概念が存在しなくて、マップをこう走ってるって、なんかプレイヤーが減ってくると勝手に別のセッション飛んだりするんだけど、なんかその辺が多分変わったんだろうな。ほら、すごいプレイヤーに合うようになった。うわ、そろそろかな。待って待って待って、本当に合ってる？怖いぞ。ああもう着く、もう着く、もう着く。凍った湖だから、まあなんかあるかっつうとなんもないんだろうけど、うん観光はできそうかな。すげえ滑るな。まあ雪山なんだから、それはしょうがないっちゃしょうがないけど。あ、着いたぞ。右だ、右だ。これいけんのかな。おお、雪。トナカイ、トナカイ、トナカイ。これもう凍ってるよね、大丈夫だよね。これいってなんかザバーンとかなんないよね。おお、すげえリアルアイスだな。アイスバーンだ。やべえやべえ、止まんねえ止まんねえ、危ねえぞ。あ、めっちゃここ滑るじゃないですか。やばいっすね、なんかやばいっすね。
あ、でも 100何キロ、120キロぐらいで固定だ。それ以上スピード出ないな。うん、なんか思ったより反射が綺麗っていうこう水面じゃないや、表面の反射が綺麗。まあやっぱな、何もなかったけどね。おーおーおーおお、滑るな。さあ早く早くこのバックミラーが映るようになることを期待して、ザックルはフォルツァが出てもアンインストールしないでおくからよし、ということで終わろうか。あれだね、あれだ、なんだ今ちょっと噛んだな。あのコンテナが置いてあるからサミットが多分開かれるのかな、開かれてたのかな、多分会場ですよねここ、うん、車はいないけど。ちなみにこれ端まで行くとね、あれなんすよ、確かね、落ちるかっこ物理落ちた氷がね溶けてるんですよねここ。おーおーおー、あー、うん、挟まったな、ちょっとえぐいな。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。リクエストちょっと待って、リクエストね、メモ取った方がいいな、多分忘れちゃう。あとねリクエストはまあ何の動画でもいいか、うん、いいな。できればあの昔の動画とかはあんまりコメント見ないので、最新の動画にリクエストとかしてほしいときは最新の動画のコメントの方でなるべくねお願いします。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。以上ライム TV のライムがお届けしました。チャンネル登録高評価の方ぜひともよろしくお願いいたします。では次回も楽しみに。あ、サムネ撮るの忘れた、まあいいや、次回も楽しみに。